アポロ A-102 は、アメリカ合衆国のアポロ計画において、サターン I 型ロケットに、模擬のアポロ指令、機械船を搭載して発射した2度目の試験飛行である、A、A-102 の目的は、前回のアポロ A-101 と同様、宇宙船とロケットの性能試験にあったが、今回の大きな特徴は、機械船の外壁に、模擬の姿勢制御用ロケットを取り付け、 上昇中に機体にかかる空力などの影響を調べることにあった。また緊急脱出用ロケットの分離は、前回は分離用小型ロケットを使用したが、今回は脱出用ロケット本体を噴射して機体から切り離した。ローンチオブ a 1 0九百9 6 4年7月上旬一段画の 第6エンジンにひびが入っているのが発見されたため、その修理で発射が2週間遅れた。ハリケーン発生などの影響で予定はさらに遅れ、結局打ち上げは9月18日にまでずれ込んだ。第1弾ロケットは発射から147.7秒後に燃焼を停止し、その0.8秒後に切り離された。さらに1.7秒後には、 第2弾ロケットが燃焼を開始し、発射から160.2秒後に緊急脱出用ロケットが投棄された。第2弾ロケットは発射後621.1秒で燃焼を停止し、指令、機械船の模型を近地点 212.66km、遠地点 226.50km の楕円軌道に乗せた。宇宙船は他の5つの衛星を介して、 データを送信し続け、地球を5吸周した後大気圏に再突入し、インド洋上に落下した。すべての目的を、果たして計画は成功理に終わった。ただ、飛行の状態を撮影したフィルムを収めた8個の容器が、暴風雨が吹き荒れる予定海域外に落下したため、回収できなかったのが唯一の誤算だった。ただしそのうちの2個は、 二ヶ月後に海岸に打ち上げられているのが発見された。容器は富士壺に覆われていたが、中のフィルムには損傷はなかった。ありがとうございます。